皆さんこんにちは、ボーチ編集部のケンモチです。そして美容家男子のトミーです。この動画では私とトミーさんがカフェでゆるりと話しているようなテンションで美容にまつわるお話をします。今日も美容田端会議始まります。イエーイ。急になんだけど、いつも急だねそうね、いつも急、うん、あのね、相談してもいい？どうぞ。僕毛穴をすごく気にしてるなっていうアイテムを紹介してることが多いと思うんですけど、下地も毛穴つるん系だったねそうで、スキンケアなんて全部毛穴撃退ラインだったもんね。本当にむき卵のようなつるんとした肌になりたくて、うん、今まで黒ずみの汚れだったりとかっていうのを落とすことに注力してたの、うんうんうん、なのでそれを落とした後のケアっていうのが、うんうんうん、なかなか自分でピンとくるものがなくて、うん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 、それをちょっとももちに教えてもらいたいなと思って。任せて、私はね、毛穴あんまり気にならないですよ。いやもう本当に羨ましい本当にむき卵、理想のむき卵肌なのよ。むき卵ありがとうございます。卵ですなので僕からはちょっと今までいろいろ試して、その黒ずみ汚れに特化したアイテムを紹介しつつ、その後のケアをおもちに教えてもらいたいなと思います。では今日は毛穴撃退スキンケアをご紹介します、はい、ご紹介します。まずトミーさんの落とすケアから。はい、じゃあまず僕の落とすケアはこの洗顔料ですね、うんうん、エストのクラリファイングジェルウォッシュ、今期の新作ですね。そうこれね、使った時にすごい感動したんだけど、なんか似たようなのっていくつか出てたなとは思ったんだけど、あれとかあれとかねそう、それよりもちょっと粘度がちょっと固めに見た。私使ったことないんだ。あ、確かに、あ、言われてみれば確かに。とろっとね、粘度がちょっと強めの密着型のジェルになってて、ジェルの膜が厚めだね。そう、うんうんうん、で、本当にこれをさらっと落とすだけで、うん、毛穴のザラつきも気にならなくなるし、うんうん、肌のトーンが僕の場合2トーンぐらい上がったの。2トーンもすごくない？輝いたと思って。え、違った毛穴も気になるけど、うんうんうん、くすみもすごく気になってて、うんうんうん、そのくすみを一掃してくれたっていうのがすごい驚きアイテム、本当にみんなに使ってもらいたいアイテムで、キメが整ってトーンも上がってるのが多分わかるかなと思うんだけど、うんうんうん、これを肌で実感できるってめちゃくちゃすごくない？全然違うね。そうなの、ファンデーション越しでもわかる、うんうんうん、でこの後のスキンケアもどんどんやっぱり汚れが落ちてる分入っていくから、うんうんうん、本当に心地いいスキンケアの始まりができるっていうのが特徴的です。これは毎日使っても大丈夫なの？うん、毎日使っても大丈夫なんだけど、うんうん、僕は週に2回ぐらいのスペシャルケアとして使ってて、うんうん、長く置くっていうよりは気になるところちょっと厚塗りしてあげる。鼻とか。そう、僕の場合は鼻がちょっと気になるから、うんうん、鼻をちょっと厚塗りにしてあげるっていうように使ってます。でもう一つ、多分ねもうみんな知ってると思うなんかこれね、トミーさんが大好きなのでもうみんな知ってるそう、うん、この真っ黒のディオのクレンジングバームです。これは本当にスルスルと手の体温で溶けていくから心地よく、うん、でこっちだとちょっととろみがあって、うん、あんまりマッサージ向きじゃないなっていう感じがあるんだけど、デュオだとさらっとした使い心地だから、うんうんうん、マッサージしながらちょっと血行を流してあげつつ、うんうん、めちゃくちゃがっつり毛穴汚れを落とすっていうことができるから、でデュオのこの黒いクレンジングバームは、まあ、竹炭だったりとか、うんうん、クレイが入ってるからより汚れを吸着してくれる成分が入ってるので毛穴に特化したアイテムになってるっていうのと、なんといってもね、ダブル洗顔が不要。わかる、本当に今の時期ってやっぱりちょっと花粉だったりとか、うんうん、もう本当季節の変わり目で紫外線が強くなったりとかで、うんうんうん、すごく肌が敏感になっちゃうの、うん、だから落として落としてっていうのを2回繰り返すことがまずストレスなわけ。あ、そうだね、ちょっとね、いくら保湿成分が入っているものでもやっぱり脱脂力がちょっとね、2回も洗顔する、ね、でもわがままだから毛穴も何とかしたいのわがままだね本当にだって美容はわがままでいいでしょ、うん、だからこのわがままを叶えてくれるディオのクレンジングバーム、ブラックリペアね、おすすめです。じゃあこの後のケアをももちに教えてもらいたいと思います。教えてください先生。やっぱり私そんなに毛穴が詰まってるなとか開いてるなって思うことないんだけど、うん、春先はちょっとやっぱりごわついたりとかして、これを放っておくと毛穴の詰まりになってしまうなっていう思ったりするから、プロの手を使ってハイドラフェイシャルとかをして、うんうんうん、ちょっと毛穴の詰まりの予防のためにザラつきのケアとかしたりしてて、すごいツルツルになった。いやもう本当にツルツル、うん、でこれを維持するために私が普段から心がけてることとしては、化粧水でのコットンパックです。おすすめしてくれたよね。そうか、私本当にコットンパックのことをめちゃくちゃ信頼してて、潤いで満ちた肌を作ることでキメがふっくらして、で結果的に毛穴もキュッて閉じて見えるから、うん、どんなケアのためにも化粧水でのコットンパックを私すごく大事にしてるのね。僕は開き毛穴も気になるから、うんうん、それをももちに相談した時に、うん、もう本当にかぶせてくるか
のごとくコットンパックって言われてもうあの何にでも合うようなテンションでコットンパックって言ったのかもしれない、うん、もうそこから毎日してます本当に本当にどう実際どう実感としてはでも本当に肌が綺麗になったとか、うんうんうん、きめ細かくなったみたいなニュアンスの褒め言葉をもらうようになった。そうそうそう、えじゃあトビさんの肌にはコットンパック合ってたのね。とってもらいました。よかったよかったありがとう。嬉しい。そんなコットンパックに私が最近よく使ってる2品を今日持ってきました。まずはですねオバジのオバジ C リファインローションです。こちらはですねもうオバジといえばのビタミン C が入ってるのはもちろんなんだけどビタミン C をよりしっかり浸透させるための処方になってて、うん、ビタミン C ってさ、うん、超万能選手はもう皆さんご存知の通りだと思うんだけど肌の明るさだったりとか透明感だったりとかニキビとか皮脂とかもちろん毛穴にもねアプローチしてくれるからそうだ、ね、毛穴が気になる人は自分のスキンケアの中に絶対にビタミン C を投入してほしいのよ、うん、気にならなくても絶対入れたい、ね、そうでビタミン C 朝使ってもいいのってよく聞かれることがあるんですけど全然大丈夫です。むしろ朝使うことで日中の光のダメージをケアすることもできるので、うん、朝晩がっつり使うのがおすすめです。私は確かになんかイメージ的にはちょっと日焼けしちゃったなっていう時に緊急としてすごくひたひたに使うイメージがあったんだけど、うんうん、朝もしっかり使っていいのはいいね。そう私むしろ日を浴びるなっていう日が予定あるとするじゃないですか、うんうん、ちょっと今日お出かけお花見行きますとか、うん、いちご狩り行きますとか最近の私の予定だねみんな知れたねそんな日は逆算して3日前からいつも以上にビタミン C をスキンケアに投入するようにしてて、でもちろんそれは肌にもそうだしあと飲んだりもしてて、であと首とか手の甲とか足の甲とか露出する場面にも私必ずビタミン C が入った化粧水とか美容液とか、まあ、クリームもそうだし使ってて、うんうん、なんか体のさブライトニングのケアってどうすればいいのみたいに思う方いると思うんだけど、ね、もう顔と同じなの。ちょっとなんか体に使うのもったいないなって思う方はねオール今のクリームとかね、うん、ちょっと顔に使い切れなかったものでもいいのでちゃんと手の甲とか足の甲とかに投入するとうっかり日焼けみたいなのがしっかりケアできる。なるほどね。そう事前準備ってやっぱ大事なんだね。大事大事。なんかやっぱ毛穴もささっき言ってた通りさ、うん、事前に察知してケアするって言ってたのがすごい大事なんだなと思って、ね、何事も事前にやっていくっていうのがちょっと勉強になりました。なんか毎日毎日自分の肌を見てね様子を見て観察するとね、うん、そういうのができるのかもしれない。肌と向き合う時間をもうちょっと作ろうと思う。そう私気がついたら肌ばっかり見てるとかあるからね自分を見てるわけじゃなくて肌をしっかり見るんですね。ちょっと脱線もしてしまったんだけど、ね、私の声中にするビタミン C を補給するにはまずこのオバジェのリファインローションです。でビタミン C がしっかり届くのはもちろん毛穴のケアも、ね、できる植物由来の成分もしっかり入ってるので、うん、なるほど本当にコットンパックに最適です。でコットンパックだけでもいいんだけどこれすごい面白いなって思うのがちょっとテクスチャーを見せますね。すごくとろみのあるテクスチャーなの、うん、これもちろんコットンパックにもいいんだけどコットンにとって拭き取りをするとザラつきのケアもできるのよ。なるほど。だからちょっとザラつきとかゴワつきが気になるところをまず拭き取ってでその後にコットンパックをするっていう使い方もすごくいいかなって思ったの。それいいかも。そうなの。この後に私はもちろん大好きなオバジェの C25 を入れてビタミン C たっぷり補給して毛穴をギュッと閉じています。でもう一個がコスメデコルテのイドラクラリティ薬用トリートメントエッセンスウォーターです。まずさ見た目めっちゃ可愛くない？ピンクのこの感じが。これの何が素晴らしいって潤いでみっちみちになった後透明感までもすっごいアップするのよ。そうなの。大好きすぎて2本目に突入したんです。お早いね。やっぱり毎日コットンパックしてると結構使ってしまうので。そうかそうか。さっきも言ったように潤いで肌が満たされることで毛穴がギュッて閉じるからちゃんと私保湿してるけど毛穴気になるなみたいな方本当に一回コットンパックをしてみてほしいんですよ。なるほどね。そうもちろんコットンパックもおすすめだし手で何度も何度もなじませるっていうのも肌の潤い補給にはすごくもってこいなのでちょっと毛穴が気になる方は一度騙されたと思って肌を化粧水でみっちみちにしてみてください。じゃあねしっかりね洗うっていうのは今まで意識してやってきたことだから今日教えてもらったちょっと拭き取ってからのコットンパックだったりとかっていうのをお味は絶対ぴったり。そうあの取り入れて、うん、もう本当に潤いでみちみちにして毛穴を撃退してやりますはいありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。